俺と話を。まあいいだろう。ただし場所を変える。ここならいいか。俺の任務はいつ誰に狙われるかもわからぬ身の三浦の護衛だ。せっかく目立たないようにお前を使いによこしてくれたのに、多少は顔の知られた俺が目立つわけにはいかないからな。ここならば人通りも少ないし、いいだろう。別に構わん。お前がそういうことに気がつかなくても俺は気がつく。だからこそ俺がこういう任務についているんだ。別に恥ずべきことでも謝ることでもない。それより豚書の様子に変わったことはないか。そうか、まあそれも当然だな。事件云々を抜きにしても、そもそも人数が大幅に減ってしまっているわけだしな。平助の様子はどうだ。そうか。なんだ。飲む。その時俺になすべき任務があるのならな。これを見ろ。この剣が今までどれほどの血を吸ってきたか、もう覚えてもいない。俺はあんたにそうやって気遣ってもらえるような人間じゃない。敵も味方も数えきれんほど斬り殺してきた。ならば俺もいつかは戦いの中で死ぬだろう。それが因果というものだ。落ち水を飲もうと飲むまいと、羅刹となろうとなるまいと、俺のやることは同じ。この刀で敵を斬る。そしていつの日か俺が斬られ剣に倒れる。ただそれだけのことだ。いや、お前はそれでいい。そう思うなら、そう願うのなら、自分の思うことを貫けばいい。話し込んでしまったな。そろそろ豚書へ帰れ。俺も三浦の警護に戻る。山崎君、島田君もいるのだろう。もう日も落ちている。陰ながら見守っていては万に一つのことがないとも限らないからな。豚書まで無事送り届けてくれ。了解しました。この二人が来ているんだ。
決まっているだろう。土方さんだ。そういうことです。でもいつから気づいていたのですか？初めからだ。俺も患者働きが多いからな。なるほど。では行く。お前たちも行け。気をつけて帰れよ。